はい、どうもまこです。今日はですね、どこに来ているかというと、神奈川県横浜市港南区幹線道路環状2号線、通称環2といえばね、ピンとくる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっと家系ラーメンを巡る旅ということで、今日はですね、この環状2号線沿いには、いいお店たくさんあるんですけれども、その中でも一軒今日向かってるお店がこちらです。じゃん、横浜ラーメン本木屋本店、行ってみましょう。ゴー、入り口こっちでした。行ってみましょう。ラーメンの身とライス、行きましょう。今日はラーメンのみとライス代で、固め、味濃いめ、油多めでお願いしました。回しましょう。店内に立ち込める豚骨の匂いがすごいわ。今日は結構ご飯食べるぞ。ライス大盛り来ました。ちょっとラーメン来るまでの間に先にたくさんで始めましょう。よいしょ。軽くね。はい、ありがとうございます。来ました。おお、なんかすごいシンプルな。っていう感じるようなスープ。なんかね、スープ熱々。ご飯食べてからの後追いスープ最高。米うまい。デフォルトの1枚だけのチャーシューなんで、シンプルにいただきます。
ご飯とスープだけの組み合わせかな。監督、はい、いただいてきました、横浜ラーメン本木屋本店さんのラーメン並とライス大、もうここはね、あの今全国的に広がっている横浜家系ラーメンのね、いろんな系譜の中でも非常にこうその歴史の中心にいるというかね、歴史があるお店なんですけれども、スープ、まずね、着丼の時に見た目がすごくシンプルね、チャーシュー1枚と海苔3枚、ほうれん草あるんだけども、スープ飲んだ瞬間に一言で言うと、初めて飲むのに懐かしい感じがする家系スープ。これどういうことかというと、なんかね、柔らかさ、マイルドさがあるのに同時に輪郭もある。だけどそれ自体は、柔らかさと、要するにコクと輪郭があるってことは、そこまで珍しいことじゃない、美味しいスープであれば。なんだけども、その柔らかさの種類、タイプと輪郭の種類が本当にね、こうどう説明していいか、なんか懐かしいって思わせるような、心がほっこりするというか、そんな感じの家系のスープでした。うん、でね、これがまたね、自分は、普段今日も味濃いめ、麺固め、油多めで、このコール、これがね、ご飯だけとでもね、すごくバッチリなの。あんまりにも輪郭が強いと、やっぱりほうれん草を挟んだり、まあ、チャーシューの油でちょっと緩和っていうのかな、間に挟んだり、ちょっと緩衝材が必要なんだけど、ここのスープの場合は本当にこのスープとご飯だけでいくらでも食べれるような相性がいいスープだと思いました。でね、チャーシューなんだけど、これはね、いわゆるスモーク系のチャーシューじゃないし、油がこう柔らかいような甘みがあるタイプのチャーシューでもないんだけど、なんかね、なんていうのか、これもこういわゆる王道のチャーシューっていうか、あ、これチャーシューってこれだよねっていう感じのチャーシュー、いわゆる肉感、肉の繊維の感じ、肉感と肉が持つうまみでストレートに勝負してくるようなチャーシューでした。うん、で海苔3枚、ほうれん草を、これ途中からね、味変というか、今日はあんまり生姜とかいろいろつかなかったんですけども、海苔とほうれん草、そして今日は豆板醤だけを使って、ちょっとね、いろいろ変化をつけながらいただきましたけど、何せ今日の印象はこのスープの、なんともね、独特のスープという感じですね。ぜひこれは皆さんにも食べに、するに来ていただきたいなと思う一杯でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。